ネバーセイネバー考えるキックボクシングを推奨する TKX チャンネルです。お願いします。はい、ということで今日はですね、昨日ありましたクラッシュですねの中でのまあ、試合についてちょっとねお話ししたいと思います。でちょっと気になった試合がありまして、それがですね黒田選手と、コウキ選手かなの試合です。まあ、コウキ選手は前クラッシュのチャンピオンという話ですね。で黒田選手はまあ新鋭で4戦ぐらいして負けなしの選手ということでですね、まあ本当にね、いい試合でしたね。でコウキ選手は前にねどんどんねプレッシャーを、ね、かけて圧をかけて相手をねやりにくくする、その中でパンチを割っていくっていうね、タイプで、黒田選手はねうまくやっていくタイプかな、結構上手なタイプだと思います。で、結局ね結果は、最初は黒田選手がねうまくさばきながらね、試合をして優勢だったんですけども、後半ねコウキ選手がねやっぱプレッシャーをね圧力かけて、まあ、どんどんねいいところをね消して何もさせずにね、まあ、印象付けた感じかな。で最終的にコウキ選手が勝ったというかですね。で本当にねファイターとして、こうファイティングスピリッツ、気持ちとかね、そして体が強いとかね、その中でねどんどん前に行ける選手って本当にすごいなと思いますしね、見ててもね、まあ賛否両論あれすごいね気持ちが伝わるね試合になるタイプですよね。でまあその中で解説のね石川直樹選手、あ選手じゃないか、まあ解説の中でねこうやっぱり前にねそのまま突っ込んでしまうところがね、コウキ選手をなかなかやられちゃうところだなっていうねお話をしてましたね。まあ本当にまっすぐ入っちゃうとねその通りだと思うんですよね。この、チャンネルでもねその相手の正面に立たないようにするっていうねことはいつもね、言ってますね。本当にね、石川さんのね、まあ、おっしゃる通りでねまっすぐ行ってしまうとなかなか難しいんですよね。とは言っても、背がね小さいタイプでうまくねこうスピードが乗れない選手っていうのは多分いると思うんですよね。まあ見てる中でも、とは言ってもまっすぐ行かないと行くしかないんだよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。それは本当そうだと思うんですよ。なかなかこううまくねまっすぐ行った方が最短距離なんでやはりね、早く到達するんですよね。確かにこう回り込んでいくのも大事です。それがのは僕もいいと思います。ただ回り込むのに要するに遠回りしなきゃいけないんで相当ねうまい具合に、技と移動がまあ合体しないといけないんで、まあ、そこはねTKXチャンネルを見てればできるんですけども、まあ、できるっておかしい、まあ、難しいんでなかなかね難しいんですよ。ということはやっぱりね前に直線的に進むことがねになってしまうことが多いと思うんで、じゃあどうすればいいのとね、ちょっとね今日お話ししたいと思います。ただとはいってもまっすぐにしか行けないんだよというか、とはいってもまっすぐが一番入れるんだよっていうね、選手の、まあ、一個、入り方ねだと思います。これは左右に回りません、ね、左右に回らず入るっていうねこれ素晴らしいやつだ、素晴らしいやつというかまあ当たり前ですよね。はい、ちょっとやってみましょうかということで、まあ回りながらねこういう風に近づくっていうのもいいんですけど、回ることでねやはり遠回りして相手も気づかれてしまったりねスピードが乗らないとね、いけないですし、回っていうことに気づかされないように攻撃しなきゃいけないのが難しいは難しいです。なのでまっすぐ行きます。まっすぐ行くときにさらにそのままね直線的に行って相手の距離、まあ、自分が当たる距離まで行ってしまったらその間に待ち受けるのは相手の距離があるんですね。要するに、まあ、背がね高い人に対してまっすぐ入ることが多いと思うんですね、小さい選手はね。なので自分が攻撃する距離の前に裸るのは一個相手の距離なんですよ。そこでやられてしまうんですね。なのでやっぱり2段階の距離をしっかり使い分けることと、あとそのね相手の距離での防御もしくは相手の距離での相手の出方の種類を
しっかりね、把握しておくべきだと思います、うん、でまず一つ目の距離を二つ使い分けるっていうのは、まず自分が距離、自分の距離に当てる前に相手の距離に入る、ね、そこで落ち着く、そこで相手の出方を合わせてカウンターもしくはそれに対してブロックして入るっていう2段階ね、やる必要があると思うんですよね、うん、もちろんバンってね、あの一発で入るときもいいですよ。ステップインで入ってもいいですし、やっぱり2段階で入るときも大事ですね。2段階で入れば相手のカウンターを取りやすいですよ、ね、相手の距離感、相手が攻撃するところの距離に入る、そこの距離から踏み込んでいくんですね。この2段階をうまく使うことですね。まあ、イメージはここからパッと入ってポンポンって言うんですね。入ってポンポン、もう2段階のことまず一つで、そのもう一つのその距離感で大事なのは、相手の距離って言っても、相手はね、なんだろうな、渾身のストレート、渾身の蹴りっていうか、バッチシ、間合いがあるところに入っちゃダメなんですよ。要するに相手が崩しのパンチとか崩しのキックをやる位置で止まる。例えば、崩しのパンチとか崩しのキックっていうのは、まあね、あのジャブだったり、ね、インローだったり、まあ、軽いっていうか速い攻撃ですよね。もらってもバランスを崩すようなね、攻撃じゃないので、完全にカウンターで入る膝蹴りが入る位置まで行くとか、完全にストレートが入る位置までバーンとやってしまうから当たってしまうんですね。なのでその序盤、もっと手前のところで一回様子を見る、そしてまた下がる、ね、でそういうことをやりながら、相手がどういう形、どこの距離が手を出してくる距離か、うん、っていうのと、どんな種類の技を出してくるのかっていうのをは、調べるわけです。だから、こういうふうに入ってすぐ出ることをやりながら、そのどこで相手が手を出してくるかっていう距離感と、どんな手を出してくるかっていうのを見ていく。そしてそれが分かったら、それに合わせてカウンターを合わすとか、それに合わせてステップインをするとかっていう形にします。だからいっぺんに入っちゃダメなんですよね。まっすぐ行ってもいいけど、いっぺんに入っちゃダメです。 OK ですかね、うん、これ結構ね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、後出しじゃんけんの方が多少強いっちゃ強いじゃないですか、やっぱりね。だからそれをやる状況をいつも作っておくんですよね、まあ、距離が、まあまあ、どんな相手でもね、後出しジャンキーができるような体勢を作っておくっていうのが大事なんで、手を出させるっていうところがまず一つで、その手がさっき言ったように渾身のね、間合いがドンピシャに当たるものじゃなくて、相手がフッと出しちゃうようなところに行く、そこからカウンター合わせる、ね、うん、まあ、本当に結構これ大事なところで、まあ、本当に TKX のね、プロレーンとかでも、ね、よく言うんですよね、はい。まあ、ちょっとね、整理すると、まっすぐ行っちゃダメだよって言われても、どうしてもね、まっすぐ行かざるを得ないのであれば、2段階で行く、ね、その1段階目は相手が手を出すかなっていう距離、ステップインス、ね、してからカウンターやブロックしてから返す。でもう一個大事なのは、その来るかな、どこで出すかなっていう距離感でを探すことですね。探すこと、うん、探すこと、意外とその距離感が探せられれば、相手が手を出すところでうまくちょこまかちょこまかボールをしといて、ポーンってね、中に入ることも結構、できる可能性もありますからね、という感じです。はい、ということで、まあ、アマチュア選手もね、プロの選手も、
まあ、背が低いっていうかねタイプでこうまっすぐどうしてもね入んなきゃ俺は無理なんだっていうタイプの方もいるとは思うんですよね。いると思うっていうか、まあ、もちろんこう左右に回ってうまくねやりたいところなんですけど、そうは言ってもねそううまくできない場合もあるので、そこの距離の、2段階でいくっていうことと、相手が手を出すなっていう距離感をしっかり探るっていうのをまずやってみてください。まずそれは基本です。うん、まあ、そこからまたね相手も考えて変わってくるんで、まずはそこをやってみてください。と、はい、いうことで、これも結構いい内容だったと思いますんで、ぜひね覚えておいてください。はい、それではねまたコメントとかもね、絶賛募集しておりますんで、ぜひ、気軽にねコメントしてください。あと高評価ボタンぜひねよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。で皆さんが、アマチュアでもプロでも、よりねテクニックが上がり、キックボクシングがよりねこう素晴らしい、競技になるようにね考えてますんで、これからもよろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。